皆さん、こんにちは。お元気で日々をお過ごしでしょうか。今、日本の国においては、野球、WBC、侍ジャパンの活躍で、みんな、心がワクワクしています。また、街中の至るところで、春の花が咲き誇り、私たちの心を和ませています。しかし、世界に目を向ければ、ウクライナの国にロシアが軍事侵攻して2年目に入っています。ウクライナの多くの人々は他国へ避難を余儀なくされ、また多くの人々が負傷し命を落としています。さらに町々がロシア軍によって破壊され、全滅いたしています。またロシアの兵隊、またウクライナの兵隊さんも数十万人の人が負傷し命を落としています。またこの影響で貧しい国々は食料基金、燃料基金によって苦しんでいます。またコロナも輪をかけて多くの国々が今困難にぶち当たっています。北朝鮮は軍事優先のため国民の皆様が苦しみ、飢えに渇いています。また、このような時にトルコに大地震が起こり、多くの人々が命を落としました。また、自然災害によって多くの国々が被害を受けている今、地球上であります。このような時に、先日、タイの一女性の人が、象の心の回復のために、自分を捧げている動画を拝見いたしました。本当に象も象使いによって、傷つけられ、苦しめられ、心も体もボロボロになっていました。しかし、この大人の女性によって解放された象たちが見せた態度は本当に心優しい人に対して自分を預け喜んでいるその姿であります。私たちクリスチャンも聖書にありますようにあなたの隣人を愛しなさいとあります。どうぞ世界の人々に対して寄り添っていける愛を与えていける国であり国民でありキリスト教者宗教者でありたいと願っています。今日も YouTube に私の賛美聖歌またレーナ・マリアさんの賛美を投稿したいと思います。どうぞ最後までご覧ください。聖歌399番、カルバリ山の十字架。受難節ですから、十字架の聖歌を2曲賛美いたします。カルバリ山の十字架につきて、イエスは尊き血潮を流し救いの道を開きたまえりカルバリの十字架我がためなり十字架
あ十字架、カルバリの十字架、我がためなり。かくも耐えなる愛を知りては、身も魂もことごと捧げ、ただ哀れみにすがるほかなし。カルバリの十字架、我がためなり。あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架、我がためなり。イエスよ、血潮を我に注ぎて、今より我を清き宮とし、常しえまでも住まわせたまえ。カルバリの十字架、我がためなり。あ十字架、あ十字架、カルバリの十字架、我がためなり。聖歌400番、君もそこにいたのか。君もそこにいたのか。主が十字架につくとき、なんだか心が震える震える震える。君もそこにいたのか。君も聞いていたのか。
葬るために、なんだか心が震える、震える、震える。君も墓に行ったのか。最後までご視聴ありがとうございました。感謝いたします。ウクライナの平和のために、また世界の人々の平和のために、さらに続けて祈っていきたいと思います。また、次回お会いいたしましょう。さようなら。